チャグムを救った者を処刑するというのは本当ですか？身の貴先、かようなところへ来てはなりません。そなたが呼んでも来てくれぬようになったからですよ。なぜ殺すことが必要なのですか？帝の子を救った者を。お妃、その者は王子の身に起こった異変に気づいてございます。そのことを都で流布されては帝の威信に関わります。それだけですか？それだけとは？そなたと帝が隠したいことはそれだけですか？他に何を？その者に私は礼がしたい。それはなりません。なぜです？素性も知れぬ流れ者、荒くれ者です。チャグムの命の恩人ですよ。母が礼をしようとして何がいけないのです？帝は神、チャグムは神の子です。神ならば人に救われません。チャグム様が助かったのはその者の力とは言えますまい？それを帝が疑っているのではありませんか？帝が何を？チャグムが帝の子ではないと。だとしたら誰の子だというのです？あなたの子ですか？何を仰せになりますか？ありえぬことではないでしょう。今もこうして二人で会っているのですから。お妃、根も葉もないことで私を脅されるのですか？子を救った者に母として礼も言えないのであれば、私は あなたと地獄に落ちてもよいのです。最後にごちそう食わしてくれるってわけか。新横国の神様も少しは情けがあるようじゃないか。うまい肉だね。王宮じゃトンネル鳥も違うのかね。あ、酒もあんのか。イカレリチクセリだね。だったら最後に私の槍も拝ませてくれないかね。大事な商売道具なんだよ。できればあの湯まで持って行きたいんだけどね。それとも私にも出せんのが怖いか？私に何を言っても無駄だ。いい返事だ。お召し替えを。その前に湯にどうぞ。今度は禊ってわけか。ここでなければ
二人になれませんからね。あなたは？二の妃です。二番目の妃。あなたが助けた王子の母です。礼を言います。チャグムは帝から命を狙われているのです。なぜです？驚かないのですね。あの橋の事故は仕組まれたものだった。そんな気がしただけです。だから私も殺されるんでしょ？そんなことはさせません。私の願いを聞いてくださるなら。願い？何をしろというのです？あなたは名の知れた用心棒だと聞きました。チャグモを守ってほしいのです。は？チャグモを連れてここから逃げてください。早く。命を狙われる理由は？この子に魔物が取り付いたからです。神の子は魔物に。そのようなことはあってはならないこと。それが知れれば帝の名に傷がつきます。だから帝は我が子であってもこの子を殺そうと決めたのです。チャグム、父上が私を殺そうとしているの？父上は私が憎いの？だから殺すの？いいえ、そうではありません。私が邪魔なの？父上を恨んではなりません。だけどあなたは生きなければなりません。ここを出てあなたは生きるのです。あの人と一緒に行くのです。誰？その人は？あなたを川で助けたバルサというものです。下々のことはああいう人が一番よく分かっているので。ちょっと待った。私はまだ一言も引き受けるとは言ってないけどね。引き受けないって、あなたは助かりたくないのですか？引き受けたところで私が助かる見込みはないね。つまりはそういうことだ。お妃はさっきから私に助けてくれと言ってるけど、少しも頼んでるわけじゃない。命じているだけ、いや脅しているだけだ。たとえその子を連れ出したところで、私は一生この国から命を狙われる身となる。そういうことも分かっていながらお妃は私が断れないと思って利用している。下々の命がどうなろうとそんなことは何とも思っちゃいないからだ。でもあなたは自分からチャグムを助けた。私は王子を助けたわけじゃないよ。成り行きで川に飛び込んだだけだ。あなたは用心棒なのでしょう。え？私はあなたに頼んでいるわけではありません。あなたを雇いたいと言っているのです。下々の者には一生かかっても得ることのできない報酬です。私はあの子の命を守るためならどんなものでも差し出します。私の命でも。私にはあなたがここに来たことが、チャグムの前に現れたことが運命としか思えないのです。チグロ、
それでいいの？私のために生まれた国を捨てて、家族を捨てて、仲間だった王の槍と戦って、それでも私といていいの？私は我が友であるお前の父さんの思いを受け止めた。これはもう私の運命だ。わかりました。用心棒を引き受けましょう。よかった。やだ、母上と別れるのはやだ。サグム、母のために生きて。母の願いはお前が生きることです。それ以上の願いはありません。それ以上の願いはお前が作るのです。お前の願いを見つけなさい。そして必ず生きてお前の願いを叶えなさい。母上、逃げ道はあるのですか？湯の排水口を利用した抜け道があります。そこから谷川へ出られます。その者が排水口へ案内します。今夜私がここへ来ることは聖道士だけが知っています。それなら私が火を放って逃げたことにすればいい。王子はその火で焼け死んだことに。焼け跡から死体を探す間だけでも時が稼げます。わかりました。あんたを倒す理由もなくなったようだね。まだわからん。いい返事だ。さあ急ごう。